はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、先取り特権の優先順位について解説いたします。で、前回の先取り特権の基本的な部分で、先取り特権には、一般先取り特権、動産先取り特権、不動産先取り特権の3つの種類がありますよ、ということを解説しました。で、先取り特権自体は、他の債権者よりも先に債権回収ができる権利なんだというところもお伝えをしました。じゃあ今回は先取り特権を持っている人の中での優先順位、複数の先取り特権を持っている人がいた場合、誰から優先に配当を受けることができるのかというところを今回解説させていただきます。宅建試験でいうとこの内容は難しい内容になってくるんですね。なので、出る可能性は低いんですけれども、応用問題が出てきたりとかした場合、毎年出てくるんですけども、見たことがないような問題が出てくるんですけども、その見たことがないような問題で出てくる可能性はある部分なんですね。なので余裕がある方はぜひですね、今回の動画も頭に入れていただければと思います。で、今からお伝えをするこの1から4、1から3、1から3、この具体的な内容については前回の動画で簡単に解説してます。具体例解説しておりますので、もしこの具体例わからないなっていう方はそちらの動画をもう一回復習していただければと思います。復習していただいた後にこの動画を見ていただくのが効果的です。で、まず一般先取り特権の中で一番優先順位が高いものはどれなのか。例えば私が教育費用に関する権利を持っていました。請求権を持っていた。で、一方であなたが雇用関係に関する請求権を持っていた。給料未払いだったから、給料に関する債権を持っていたといったイメージですね。この場合、どっちが勝つんですかっていうと、1番が勝ちます。つまり、債務者がいて、債務者が現金とか動産とか不動産とか、こういった財産を持っていた場合、私が先にこの中から回収をしていくと、いった話なんですね。あなたは後からです。私が1番なので、あなたは2番目っていう話なんですね。このように1番の方が強くて、4番の方が弱いってことですね。上から先に配当していくんだっていったイメージで考えてください。動産先取り特権についても同じです。上から順番に配当を受けていくということですね。不動産先取り特権も同じです。これはちょっと覚えていただく感じになります。この順番ですね。この順番は覚えていただく感じになります。で、続いて、一般先取り特権っていうのは前回の動画でもお伝えしているんですけども、この債務者が持っているこの現金だったり動産とか不動産という財産、すべてから配当を受けることができるんですよね。すべてが対象になってきます。で、一方で動産先取り特権っていうのは、その動産についてのみ対象となってくるんですね。となってきたら、一般先取り特権を持っている人と、動産先取り特権を持っている人がいた場合、どっちが優先するのかって話です。債務者は動産を持っています。で、動産を持っているけれども、一般先取り特権を持っている人もいれば、動産先取り特権を持っている人もいると。こういった場合ありえますよね。この場合、どっちが先にこの動産から配当を受けることができるのか。というと、この場合は動産先取り特権の方が強いです。つまりこっちから先に配当を受けていくという流れになるんですね。また不動産に関しても同じことが言えるんですよ。不動産に関しても一般先取り特権を持っている人と、不動産先取り特権を持っている人、二人いた場合、どちらが先に配当を受けることができるのかというと、不動産先取り特権を持っている人の方が強いので、不動産先取り特権を持っている人から先に配当を受けることができます。これが原則になってきます。ただし、例外があります。例外があって、共益費用ですね。共益費用については、これ一番強いんですよ。なので、共益費用と動産先取り特権を持っている人の場合は、この共益費用、こっちの請求権を持っている人の方が強いんですね。共益費用っていうのは、訴訟費用です。訴訟を提起する上で必要になってきた費用については、もう先に回収することができるんですね。お金を回収することができる。つまり、訴訟に関する費用を負担した人っていうのは、一番最初に回収することができると、いう話なんですね。これは、一般先取り特権と動産先取り特権の間でもそうだし、一般先取り特権と、不動産先取り特権、この関係でも一緒です。これが一番強いです。つまり、一般先取り特権の中で一番強いのは共益費用ですよね。で、また、
一般先取り特権、動産先取り特権、不動産先取り特権の中で一番強いのも共益費用なんで、これが一番強いと、まあ、いうことになってきます。これが例外ですね。原則としては、一般先取り特権と動産先取り特権だったら、動産先取り特権の方が強いです。つまり、2、3、4と、こっちの 1から3ですね、が対抗している場合、こっちの方が強い。また、一般先取り特権の2から4と不動産先取り特権の1から3がこう対抗しているといった場合は不動産先取り特権の方が強いですよと、まあ、いった内容です。まあ、これはルールを頭に入れていただく流れになりますので、まあ、こういったルールがあるのかというふうに考えていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。